はい、こんにちは。まえちゃんの前原です。はい、今日はこちらですね。スーパーギャラクシー。What? うん。宇宙戦隊キューレンジャーのキュートモ合体、ギャラクス、キュートモコックピットセット12です。はい、こちらですね、2017年4月29日発売ですね。はい、昨日だね。うん。この辺と一緒に出たやつですが、はい、この竜帝王絡みでね。うん。うん、では早速開けていきましょう。はい、なんかこんな感じになってますね。はい、ワシキュータマ、サソリキュータマ、リュウキュータマ、天秤キュータマ、ヘビ使いキュータマ。そうですね、はい、こうやって並べると綺麗だね。うん、サソリオレンジ、天秤ゴールド、ヘビ使いシルバー、ワシピンク、リュウコマンダー。そうだね、はい、はい、リュウコマンダーちゃんとこのマントみたいなのついてる。そうだね、スカートみたいになってるね。うん、うん、おお気をつけて、はい、よっよっよっ、はい、はい、パパの方はフィギュア取りました。はい、こっちの19度も全部取り上げました。はい、綺麗。そうだね、うん、基本的に、コックピット01と一緒かな。うん、セットの仕方は01と一緒だね。うん、まずコックピットを開ける。あ、そうだね。うん、でそこにこのフィギュアを軽くちょっと乗り出して座らせる。はい、はい、乗ったね。ちゃんと乗りましたね。これはあれかな、U ボイジャー状態だね。横向いてるから、うん、はい、縦向きに座らせるとデューテイ王やデューテイキューレン王の状態になるね。あ、そうだね。うん、はい、まずサソリを乗せてみました。はい、ちゃんと乗ってるね。わかりやすいね。うん、あ、乗ってるね。うん、わかりますね。はい、ヘビ使いと天秤だね。うん、これも見やすいね。うん、乗ってますね。チョイスバランスです。乗ってます。俺も乗っている。続いてワシボジャーですね。はい、あ、これもわかりやすいね。うん、あ、乗ってますちゃんと。はい、で、これがデューボイジャー。そうだね、うん、デューボイジャーはどこにあるんだっけ、キュータマ。ここ。そうなんだよね。じゃあちょっとズームしていきましょう。はい、デューコマンダーは見えるでしょうか。ここだね。え、見えにくい。こう手で隠れちゃってわかんないな。乗ってるの、ちゃんと乗ってるんだけどめちゃくちゃ見えにくい。リュウテイキューエンレオン、今日 の、うん、テレビ本編で出ましたんで、はい、やっていこうか。ちなみにこの、うん、シシレッドとオオカミブルーとオーシブラック、うん、これみんなね乗ってます。はい、はい、乗ってるでしょ。うん、乗ってるよね。うん、全員乗ってます。はい、じゃあこれでできるようにしてみましょうか。あ、してみましょうか。はい、はい、じゃあさっきと同じでいいのかな。うん、そうするとこの子たち手だね。うん、あ、じゃあ A ちゃんはさ、U ボイジャーをやっといてよ。はい、パパこっち手やっとくよ。うん、はい、はい、できた。うん、でかい。竜帝キューレオンで全部コックピットに登場してますね。はい、いいじゃん。うん、ちゃんと乗ってるよ上。あ、すごい。 この辺乗りやすそう。本当だ。はい、ちゃんと乗ってますね。ワシボイジャーも横向きで乗ってるよ。はい、そしてサソリも乗ってるね。はい、それでリュウコマンダーも乗ってるかな。これちょっと分かりにくいね。うん、そしてティンビンゴールドも乗ってますね。うん、指使いシルバーも乗ってるね。はい、シシレット分かりにくい。うん、狼ブルー、オーシブラックも分かりにくいけど全員乗ってますね。はい、すごい。なんかでももうちょっと惜しい感じがするよね。そうだね、このコックピットセットって今本当にこう乗せてるだけで、うん、それを楽しむだけだから、うん、はい、何があればよかったかね。なんかプラスチックみたいな透明のものだね。透明、うん、透明のものがこのコックピットについてれば。あ、中ね、うん、そうだね、座るとことかが透明だったらここ、こういうとこね、うん、よく見えてたね。そうだね、光った時に乗ってるのよく分かったし、うん、そういうのあったかもしれないね。あと、やっぱりこの竜帝王が光らないが残念だよね。あ、そうだね、うん、こっちも連動して光ったら最高だったよね。うん、そう、まあそれはちょっと高いかもしれないけどね。はい、うん、でも、確かこのコックピットセットはちょっともうちょっと光ってほしかったなと思うよね。うん、今ちょっと光らせてもらっていい？全然わかんないもんね。うん、もう全然わかんないもん。うん、普通のキュータマだったらちょっと光るのわかるけど、うん、このコックピットになると完全に遮られちゃってね、うん、なんかよくわかんないからね。周りがちょっと見えるだけ。そうだよね、そこちょっと残念だよね。はい、というわけで今回は宇宙戦隊キューレンジャーのキュータマ合体デラックス
フードもコックピットセット02でした。はい、というわけで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いします。いいねボタンお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、あとチャンネル登録もよろしくねー。よろしくねー。はい、というわけで今回は以上でございます。バイバーイ。